こんにちは、ビレジェンド田中です。今回は自重で行える肩トレーニングについて解説したいと思います。自重で行う場合、肩トレーニング非常に難しいです。ただし肩トレーニングを行ってないとですね、私も腕立て、懸垂、腹筋、背筋、スクワットっていう構成で自重トレーニングを行ってたんですが、万歳をするっていう要素が抜けちゃってたので、20代なのに30秒ぐらい手を上げてたら手が痺れるっていう状態になってしまいました。なのでやっぱ筋トレはバランスよく行えないといけないというところが大事になってきます。その中で自重トレーニングだとどうしても肩のトレーニングですね、抜けちゃいます。まあ理想としてはですね、ダンベルかですねチューブか何か買っていただいて、ショルダープレスと、まあ、サイドレイズやるっていうのが一番おすすめなのですが、道具ちょっとないよっていう方のためにですね、まあ、自重でも行える肩のトレーニングいくつか案内したいと思います。まずはですね、肩を鍛える方法っていうのはですね、万歳をするっていう動作ですね。これが体のバランスを取るために万歳という要素は入れていきたいところです。であとはですね、まあ、肩の筋肉って前、横、後ろとあるんですが、腕立て伏せをやると肩の前はある程度つけることができます。なので前はある程度省略して、肩の横と後ろですね、サイドヘッドとリアヘッドを攻めていくアプローチが特に難しくなってくると思いますので、まあ自重で行える肩のトレーニングですねを解説していきたいと思います。であとはですね、まあ、自重でもある程度いいんですけど、まあ、都市抵抗ですね、道具を使わずにできるトレーニングとしては、手で抵抗を加えてそれに反発する力を使ってトレーニングをするという、まあ手だけじゃなくて、まあ、壁とかもですね使ってちょっと立体的にですね、肩の筋肉を攻めれるようなアプローチを行っていきたいと思います。それでは実際に器具を使わないですね、自重の肩トレに入っていきたいと思います。動きとしてはですね、まあ、こうショルダープレスですね、万歳をする動作で肩を鍛える動きから入っていきたいと思います。はい、じゃあまず手幅はですね、まあ、肩の幅よりやや広く取ります。はい、で腕立て伏せの形よりも足はもう近くに置いてしまって足伸ばします。体くの字にして、この状態で頭は下を見るよりもちょっとこう顎を引いて頭入れ込んでください。ここからショルダープレスに近い動きで腕立て伏せを行っていくと、こういう動きになります。まあ、回数としてはですね、上がらなくなるまで、動けなくなるまで3セット、まあ、休憩は1分から2分で良いと思います。まずこれが肩の第1種目目ですね、変形の腕立て伏せになります。次は、まあ、サイドレイズというですね、肩のサイドヘッド横側ですね鍛えるトレーニングになります。まあ、動きとしては手を横に広げる動きになるんですけど、まあ、このままだとやっぱり負荷がないので筋肉つかないです。でここで負荷を足すためには、まずこっち側行う場合は反対の手で押さえます。鍛える側の腕は我慢しておいてください。動かないように我慢して反対側の手でグッと引いてくる。今ここにストレッチがかかっている状態になるんですけど、これで肩を鍛えます。ちょっと見ておいてください。大体まあ数20回ぐらい行います。で肩甲骨が動いてこうならない、もうここは固定しておいてこうならないんですね。肩甲骨が固定したままこう負荷をかける。肩甲骨が動くと背中側ですね、僧帽筋っていう背中の筋肉に負荷が乗っちゃうので、肩は刺激が入らないので、肩甲骨は固定したまま負荷をかけっていうやり方になります。1個目は、まあ、サイドレイズの、まあ、ボトムの位置ですね、一番肩がストレッチかかる位置でストレッチをかけるっていうやり方になります。でこれ動き2つ組み合わせていきたいんですけど、もう1つはサイドレイズのちょっと高い位置ですね、高い位置で刺激を入れるために、これも反対の手を使って押さえれるように肘はまあ90度ぐらいに曲げます。この状態でサイドレイズのフォームのように上げるときにちょっと顎を引いて首に力が入らないようにする。これでサイドレイズの上の位置の刺激が入るので、これを組み合わせて
肩を鍛えていきます。できればですね、続けて3セット行って、回数で肩をパンプさせていただければ良いと思うので、ちょっとやり方見ておいてください。まず20回ボトムで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 1、2、3、4、5、6、7、8、9、20回で、肘を曲げて高い位置で1、2、顎を引いて3、4、5、6、7、8、9、10、あと10回2、3、4、5、6、7、8、9、10で、これで1セットですね。20回、20回、できればこれ3セット続けて休憩なしでストレッチ20回、トップ、肘を90度で曲げて、ちょっと上がった時に顎引きながら20回っていうのを3セット続けて行います。今ちょっと左だけやったんですけど、まあ、多分右の肩よりも左の方がパンプして刺激が入ってると思いますので、片方をボトムで20回、トップで20回、3セットやったらこの反対もですね行っていくと、20回20回を3セット続けて行うという刺激を入れると、肩のサイドヘッドに刺激が入る。これでサイドレイズの刺激の入れ方になります。で、次はですね、リアですね、肩の後ろ側に刺激を入れる方法に入っていきたいと思います。で、これもですね、抵抗を使うんですけど、こう後ろ側にこう引くとき、こう引くときに、こう引くときと、こう引くときに、まあ、リアに刺激が入るんですけど、まあ、刺激の入れ方としては、拳を作ってもらって、小指側で壁を押します。この状態から体をぐーっと前に沈めていって、今、肩の後ろがストレッチされている状態になります。で、小指側で壁を押して、体が開くようにします。この状態で肩の後ろが収縮している形になります。ぐーっと体重をかけて、小指で壁を押す。壁を押したら体がぐっと前に開く。このようにして、肩の後ろを鍛えていきます。ダンベルでリア鍛える方法よりも、この状態ってストレッチでかなり体重乗せれば負荷が入るので、ある意味ダンベルよりもリアに僕は入りやすい種目だと感じてます。20回3セット続けてやっていただければいいと思います。まあ、ポイントは小指側でしっかり壁を押し続けることですね。壁の方を向いて、肩のリアにストレッチがかかっている状態から押して、体を正面に伸ばして、押して伸ばして、押して、これ20回行ってください。これが、まあ、道具を使わずに自宅でできる自重を中心とした肩のトレーニングの組み合わせになります。まあ、最後にざっとおさらいですけど、変形の腕立て伏せでバンザイをする動作、刺激を入れます。横への刺激はボトムですね、伸びきった状態でストレッチをかける形と、トップのポジションで負荷をかける形で、これで横に刺激が入る。最後は肩の後ろですね、後ろ側、小指で押しながら体を回転させる。こうすると肩の後ろに刺激が入る。で、肩の前は自重の腕立て伏せである程度鍛えることができるので、これで肩のトレーニングにおいて、まあ、必要な要素は、まあ、なんとかこなせる形になると思います。なかなかね、ジムに通えない方、まあ、自宅でなんとかトレーニングの必要な要素を抑えたいという方は、やっぱ肩のトレーニングって結構ネックになると思うので、今日紹介したやり方をぜひ活用してみてください。ダンベルとかチューブを使わずに肩のトレーニングできるとですね、まあ出張先とか旅行先でもですね、トレーニング行えます。まあどこででもトレーニングできる、まあいいアプローチのやり方の一つにはなると思いますので、ぜひ一回試してみてください。まあ、重りを使わないので肩に刺激を入れる、フォーカスするっていう
ところの感覚がすごく上達する取り組みにもなります。で、肩のトレーニング上達するためにですね、あえて重りを使わずにエアーでこうやってサイドレイズやって、たくさん数をこなして肩を意識するっていう練習をやってた時期もありますので、道具がないからといって、諦めない、どういう環境であれやっぱ刺激を入れる方法を工夫することでトレーニング非常に上手になりますので、ぜひやってみてください。じゃあ参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報を配信しています。お得なセールも行っておりますので、ぜひ概要欄からチェックしてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。